今回はゆるキャンコミックス10巻11巻、大井川キャンプの聖地巡礼です。ちなみにコミックス11巻はジューシーくんハンバーグが最近ツイッターで話題になっていますね。伊豆キャンも終わり、そろそろ次のキャンプに行きたくなったなでしこのもとに、浜松の綾乃ちゃんから SNS で連絡が入ります。それは大井川キャンプへ行こうというお誘いでした。今回キャンプに行くのは、りんちゃん、なでしこ、あやちゃんの3人。りんちゃんとあやちゃんはバイクで、なでしこは電車で現地集合するという流れになります。キャンプ場までは大井川鉄道を利用するのですが、この鉄道はとても魅力的で、この旅でなでしこはすっかり鉄道の魅力にハマってしまったようです。おはようございます。ここは静岡県金谷駅。今回はここから大井川鉄道に乗って旅を始めていきます。まずは大井川鉄道本線で塩越駅を目指します。レトロな車両が味わい深くていいですね。この旅は3月に行ったものなので、沿線の桜が綺麗です。ぜひ綺麗な桜をお楽しみください。塩越駅に到着しました。ここは大井川で一番長い吊り橋、塩越の吊り橋があるので、ここを渡ろうと思います。電車が来ました。それではこれから電車に乗り込んで千頭駅に向かいます。千頭駅に到着しました。少し駅前を散策してみましょう。この駅でりんちゃんとあやちゃんが待ち合わせをしていました。カワネチャソフトは絶品なのでぜひ。それでは井川線に乗り換えて、ここから秘境区間を旅します。ここから先は勾配がきつくなります。ZK の線23です。
乗車する列車がご利用いただけます。現在列車ご利用のお客様いらっしゃいましたら急行の ここはアプト一城駅、この先の急勾配に備えて宇都式機関車の連結作業が行われます。アプト式はレール中央の歯型と機関車の歯車が噛み合って列車を押し上げる力技のシステムで、その昔横川軽井沢間で利用されていたことで有名です。この辺りの最高勾配は9パーミル。普通の列車では登れません。節祖郷温泉駅に到着しました。ここで下車をしてりんちゃんとあやちゃんが歩いたやっぱしこぶちラブロマンスロードを歩きたいと思います。次は奥大井古城駅、徒歩で向かいます。列車に乗り込み、アプト一城駅に戻ります。こ
ここからはアプト一路キャンプ場に向かいます。このトンネルはキャンプ場までの近道ですが、ミステリートンネルと呼ばれています。トンネルを抜けた先にあるのがアプト一路キャンプ場。話題のハンバーグを調理したキャンプ場です。ここから長島ダムに向かいます。バスで仙津駅に向かいます。ダムカレーの店、上丸です。ここはスマタ橋。この映像は半年前のものです。しばらく遊歩道を歩きます。夢の吊り橋が見えてきました。この吊り橋は大井川にかかる数ある吊り橋の中でも特に有名です。紅葉の季節は特に綺麗です。金谷駅まで戻りました。次は最後の巡礼ポイントです。ここは世界一長い木造の歩道橋として有名です。これで大井川の聖地巡礼は終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。